時間だわ。起きましょう。オーリちゃん、また布団から出てる。ケンタ先生も布団はめくれて手はあっちに出てるし、やっぱり男の子って寝相が悪いのかしら。私の一日はいつもオーリちゃんの寝相を直すところから始まる。そして一人先に起き、私とケンタ先生のお弁当作り。これが毎朝の日課。ケンタ先生と私のお弁当箱、入れるのはまず欠かせない卵焼き。そしてケンタ先生の好きな鮭にケンタ先生の好きな肉巻き。って、私どれだけケンタ先生の好きなものばかり作ってるのかしら。私は昨日の晩ご飯の残り物を入れて、よし完成、今日も美味しいって喜んでくれるかしら。お弁当の後は朝ごはん、朝ごはん。ケンタ先生は茹でた野菜を朝から食べるのが好きだから、これで栄養も取れそうだしバッチリね。私とオリちゃんは朝はパン派だから必ずパンを用意して、オリちゃん大好きなコーンフレークヨーグルトも準備。私は朝も決して手抜きはしない。そして寝起きの悪い二人を起こす。ゆたりとも、7時よ、起きなさい。第2段階、布団を張る。二人とも起きて。はあ、今日もダメね。こうなったら起きなさいったら起きなさい。ほらほら、いつまで寝てるの。おお、いくぞ。おはよう。ママ、おはようだぞ。毎朝毎朝こんな起こし方、近所迷惑になるから普通に起きてよね。二人とも明日はちゃんと起きようね。お、もう美味しそうな朝ごはんが準備してあるぜ。オリバー、やったぞ。僕の大好きなバナナとリンゴだぞ。いただきます。おいおい、朝から野菜盛りだくさんは元気もりもりになるな。僕もバナナで元気もりもりだぞ。私はこの二人のこの幸せそうな顔が見られるなら今日も朝から頑張れる。でもそんな気分も一瞬。働くママはとにかく忙しいのだ。ごちそうさま、美味しかったよ。あ、二人とも、もうこんな時間よ。私は早く片付けなきゃ。あなたは急いで自分の支度とオリちゃんの着替え、歯磨きをお願いね。よし、オリバー、パパと一緒に顔を洗って歯を磨くぞ。わかったじゃん。食洗機なんかなくったって早くできるんだから、とにかくスピーディーに、だけど丁寧に、時間を気にしながら洗う。ふう、終わった。次は自分の支度だわ。急いで顔を洗い、メイクもバッチリ。みんな私のこの顔を怖いと言うけど、うん、やっぱり少し怖いかもしれない。ビクトリア、俺たちの準備は大丈夫だぞ。私も着替えたらもう行けるわ。って、何か匂わない？それはもしかしてオイラのおむつから匂うかもしれないぞ。急いでおむつ替えだわ。赤ちゃんがいるとハプニングはつきもの。でもどんな時でも冷静迅速がモットーの私、おむつ替えぐらいでバタバタしていられないわ。そして原則、オリちゃんの保育園の送りは夫婦揃って行く。これが私たち夫婦のやり方だ。おっしゃ、出発だ。急ぎましょう。今日もめちゃくちゃ早いぞ。おはようございます。あ、オリバー君、おはよう。オリバー君、ママもパパもおはようございます。今日も熱なし、食欲あり、機嫌よしです。よろしくお願いします。じゃあオリちゃん、いい子にしててね。先生の言うことをよく聞くんだぞ。パパ、ママ、いってらっしゃいだぞ。それじゃあケンタ先生、悪いけど私はここからお先に高速で行くわ。今日は持ち物検査の日なの。おお、でも気をつけていけよ。了解、それじゃあまた学校で。エミリー先生、おはようございます。ギリギリで申し訳ありません。大丈夫ですよ、ビクトリア先生、まだ誰も来てませんから。保育園の送りもあるし忙しいですよね。はい、でもそんな言い訳できません。そんな働くお母さんはたくさんいますから。あ、ビクトリア先生にエミリー先生だって。ゲーゲー、ビクトリア先生のあの上にあの鉢巻き、抜き打ちのお持ち物検査じゃない？本当だ。
私はよく鬼と言われる。8時35分朝の会の始まり。出席を取るのはエミリー先生で、副担の私はその間生徒の様子を観察してる。眠たいしお腹すいた。ケイちゃんは昨日夜更かしをして、今朝は寝坊で朝ごはんも食べてこなかったみたい。隠し持っていたチョコレートは没収済み。レオくんは話は上の空で考え事をしてるし、何か事件の推理をしているのかしら。そして 1,2 時間目の授業をエミリー先生がしてる間に、私は職員室で宿題のチェック。エマさんは本当に丁寧な字を書くわね。特にこの漢字は綺麗に書けてるわ。それに比べてケイちゃんはバランスも悪い。お目や羽もしっかりできてない。もう少しお手本を見ながら書く。よし、宿題チェックの後は日記の返事を書きましょう。今日はレイコ先生の心霊教室で新しい除霊の技を習いました。とても楽しかったです。シオン、除霊が楽しいなんて私にはわからないわ。でも良かったですね。これからも技を磨いてくださいね。それじゃあ次はチャック君ね。昨日も今日も絶対明日もずっと K を愛してるぜ。まったく、チャック君の日記は毎日 K ちゃんへの愛しか書かれてないわ。好きな女の子を守れる強い男の子になってねっと。そして休憩時間にこっそり K ちゃんのところに行って、ケイちゃん、ケイちゃん、これ私が持ってたバナナ、急いで食べなさい。朝没収したチョコよりは栄養があるわ。お腹が空いてちゃ授業も身が入らないでしょ。明日から夜更かしはダメよ。ビクトリア先生、ありがとう。そして生徒の給食の時間は、今日もケイタ先生の愛妻弁当、美味しそうですね。そりゃビクトリアの愛が詰まってますからね。桃子先生、好きな人を振り向かせるには胃袋を掴むのが一番よ。いつでも料理を教えてあげるからいらっしゃい。はい、よろしくお願いします。そして昼休憩の子供たちの様子を見たり、掃除時間 5,6 時間目を過ぎ、子供たちを見送ったら職員会議が待っている。あーでもないこうでもないと子供たちのために意見を出し合い、あ、もう5時だわ。保育園のお迎えに行かなくちゃ。ビクトリア、今日は俺一人で迎えに行くから先に帰っていいぞ。ありがとう、じゃあお願いね。そしてまた自転車をぶっ飛ばし家路に着く。帰ったら洗濯物の取り込み、お風呂の掃除にご飯の準備と、これまた忙しい。そのうちあの二人が帰ってきて、今まだご飯作ってるから先に二人でお風呂に入ってきてちょうだい。おう、お風呂だお風呂だ。今日は何して遊ぼうかな。オリバー、アヒルで遊びたいぞ。私は早く作り終わりましょう。よし、準備完了。そろそろ二人が上がってくる頃かしら。お、オリバー、めっちゃいい匂いがするな。この匂いはカレーでしょ。やっぱりカレーだカレーだ。それに僕のはキティちゃんカレーでしょ。そうよ、ちょっとやってみたの。ケンタ先生は辛口が好きだから超大盛り辛口カレー。そして私は中辛の野菜カレー。オリちゃんは甘口のキティちゃんカレー。家族の好みに変えて作ってくれるなんて、ほんとビクトリアは優しい奥さんだよな。優しい奥さんだなんてちょっとやめてよケンタ先生。優しい自慢のママだじゃん。私が片付けしてる間はパパとオリちゃんのゴロゴロタイム。ああ、私も一緒にあそこでゴロゴロしたいなと思いつつ、私にはお皿洗いが待ってるからそうとも言わず。ビクトリア、今日は俺が皿洗いするよ。え、今日まだあまりオリバーとゆっくりできてないだろう。オリバーもママと一緒に遊びたいだろうし交代しよう。あ、ありがとう。じゃあオリちゃん、今日保育園で何をしてたの？好きな人の絵を描くってなってたからママの顔を描いたじゃん。オリちゃん、ママとっても嬉しいわ。家族のために頑張ってくれるママが大好きだよ。これこれ、この一言で私一日頑張ってよかったって思えるの。ビクトリア、サラー
わったぞ。俺がこのままオリバーを寝かしつけてくるから、ビクトリアは風呂にでも入れ。ええ、それじゃあオリちゃん、おやすみ。おやすみだぞ。そして私はゆっくりとお風呂に入り、一日の行けなかったこととかを反省する。ケイちゃんの感じ、褒めるところはもう少し褒めてあげたらよかったかしら。上がった後はすぐに洗濯。オリちゃんもう寝ちゃったかな。昨日の洗濯物を畳んでると、寝かしつけが終わった健太先生が戻ってくる。俺も手伝うよ。二人で早く終わらせて、早く寝ようぜ。そしてビクトリア、いつもお疲れ様。今日もよく頑張りました。ありがとう健太先生。この健太先生の言葉で、また明日も頑張れる私です。私の一日よく頑張ってるねって思ってくれたら、評価をぜひ。先生の一日のルーティーン、冬丸さんリクエストありがとう。そしてここでお知らせです。ココナちゃんはツイッターもやってるので、説明欄からぜひフォローして、リクエストや動画の感想はそちらにもらえる。